れてない、一緒に取れてる、一緒に取れてます。へー、すごっ。おー、ドラレコだよね。そうですね、そうですね、ドラレコ、ほぼドラレコ。だからこうすればほぼドラレコです。へー、あ、すごい便利ですね。便利です。いやー、シートポジションもうちょっと合わせたら完璧になるかな。うんうん、燃費がどれぐらいなのか全く分かんなくて。確かに。エンプティのマークがね、なんかめっちゃ可愛らしいんだけど。へー、ポンって可愛い、ひし形がいきなりピョンって。へー、やっぱ可愛いベースなんですね、なんか全体的に。多分ね、うん、なんかフォントも可愛いし、うん、そんな感じの。私後で匂わせ写真とか撮らせてもらおうかな、なんか。匂わせ写真なんかに使える匂わせ写真。あ、なんか可愛い服着てくればよかった。匂わせね。匂わせです。ちょっとだけ社長の肘が、あ、時計が映り込むみたいな。はいはいはい、はい、時計とエンブレムが映り込むとか。なんか、ね、撮ろうかな。炎上するかもしれない。そうなんですよ、炎上させないと。炎上した時に叩かれるのは多分僕だから。そうですよ。アイさんのファンに多分ボロッカスにやられる。確かに。まあ下手したらどっち方面からも。刺されるまではいかないのかな。どうなんだろう。そうですね、刺されはしない、しないはず。刺されはしないけど、それが普通に怒られる気もします。本当だよね。はい。文春法怖いから。そうです、文春法怖いです。絶対政治家なんてなれない。絶対なれない。怖いですよね。僕も万が一だけど政治家当選するじゃん。はい。なんとなくだけど次の日なんか出る気がする。ああ、何かしらが。そう、文春とかじゃないよ。フライデー。女性セブンとか。絶対女関係じゃないですよ。なんか出そうじゃない。新鮮だね。はい、新鮮です。意外といなくない、オープンカー。あ、いないです。いない名古屋。はい、見ないです。だから名古屋でオープンカー乗ると思わなかったです。僕も。自分がっていう。はい、オープンカー本当にオープンです。うん、あんまりないよね。あんまりないです。なんか専務もオープンカーだけど、オープンにしてるの。 あれオープンカーなんですね。あれオープンカー。へえ、エンブレム可愛くない。可愛いです。これどうやって写そうか、どうやってちょっとこれ写せない、写せない。あ、こうしてこうすればいいか。あ、そんなんできるんだ、ね、これ私のこれが。あ、物理的に。はい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 、可愛い、可愛いです。あのキーホルダー可愛かったですね。これね、キーホルダーこれだよね。可愛い、これ可愛い、ちょっと見えてるんですけど。あ、そう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 、これ可愛いよね。可愛い、これ外からこうやって、これ外が見えてる。これどういう風にするんだろう、これめっちゃこうやって見るから。見えない見るためじゃないです。車知らないけど、それやばっかり。いやー、よくない、こういうのに。はい、ポルシェって書いてある。本当だ。これアイさん、これ知らないでしょ。これ何か分かる？カセットですか？違った。惜しい。MD。ちょっと離れた。ジュークボックス。ああ、近い近い近い。本当ですか？うん、何ですか？CD チェンジャーって言って。CD チェンジャー？昔のカラオケの機械分かる？ディスクがいっぱい入っててさ、わかんないです。切り替えるやつがある。わかんないです。それの車の CD 版。前のトランク開くと CD チェンジャーの CD をいっぱい入れるところがある。え、そうなんですか。そう、知らない。それしかも生きてて使えるんですかね。どうなんだろうね。すごい、まあ、このこんだけ分 CD 面白い。すごいね、こんだけ分。なるほど、いっぱい入れとけるっていう。なんかあれですよね、その記憶ができなかった頃の技術ってことですよね、逆に言うと。なるほど。この時だとナビとかも多分一般的じゃないもん。
うん、これなんて後付けだからでしょうね。そうですよね。そもそも多分ナビがそうですよね。着く場所がないからオプションすらなかったのかもしれない。あー確かに。うわでも全然右は空いてます。本当大丈夫？ああ全然大丈夫です。すごい怖いな。幅がまだ分かってなくて全然いけます。なんなら右前全く見えないもん。そうですよね。ジープの乗り出しの頃より怖いかもしれない。本当ですか？うん、あれも最初幅が大きいのに。大きすぎます。で慣れるとでもあれすっごい楽だから。本当ですか？うん、ちょっとま、ピーピーピーって言いますし。そう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 、機能的には目線も高いし。あーそっかそっか。すごいでもねこれね、脳みそ疲れる。本当ですか？うん、いつもと違うから。いつもと違うからよね。計算がいかに普段何も考えずに運転してるか。いやわかります。本当そうです。確かにちょっと怖いですよね。お礼しやすすぎません？オープンカー。めっちゃ嬉しい。絶対伝わるお礼。見えるもんね。いいねこれは。はい。なんかサイズ感もいいよね。いいですね。めっちゃ変わってない？ここに窓があるのが。でこれ窓。はい。これでビーン。あるとちょっと安心ですね。なんか飛んでいかなそう。確かに。ものが。まだちっちゃくない？こんだけしかない。あんまり守ってくれなそう。もうちょい後ろまで欲しいよね。気持ち的には。すごいな。でも。開放的です。怒られそう。普通に楽しそう。いやでもこれ楽しい。これでドライブデートに行きます。ガイさんどこ行きましょう？私のどこの、どこの海まで？どこの海まで？海か。海寒そうだな。今から12月です。ちょっと寒そうだね、はい、春にしようか。春のデートの予約された。あ、もう日が終わったらじゃあ。そうだね。はい。あ、でもいかん。そしたらあの雨の時期になるから開けれんかもしれない。あ、じゃあ夏、夏無理です。虫が夏、ね、飛び込んでくるんで。めっちゃ飛び込んできそうだね。絶対無理です。